よし来たぞ。でけえ、あーバレた。ありゃー残念。はい、というわけで帰ってきました。2月のトズラッパラダム、見事に坊主撃沈だったんですけども、久しぶりにね、あのプールフラットにいいバイトがあって水面まで、巻き上げたんですけどね、よくよく見たらあの針先がまだ出てなくて甘髪だったんですね、ポロンと取れちゃいましたが、今回ですね、まあ坊主だったんで実況動画はまあどうにもならないんですけども、一つですねすごい嬉しいお知らせということで、トズラッパラダムですね、ボートの利用時間が延びました。もうねホームページの方にも記載されているんですけども、ブラックバス釣りの、船の時間ですね、帰着時間が伸びてまして、なんとですね2月はあの今まで3時半までだったのが、4時まで、2月中乗れるようになるよ。で3月に関しては4時30分、4月とかの、日が長い時期に関しては、5時まで、なんと船が楽しめるようになっちゃうということで、まあヘラ釣りのレイクでしたからね、ヘラ釣りのレイ会っていうと大体3時まで、行って、でまああとは帰着してっていう感じで、そのヘラ釣り中心で考えると、3時半で、終わりっていうのが基本パターンだったんですけども、でその親父さんなんかと話してる中で、そのブラックバス釣りだとどうしてもあの夕間詰めなんかすごいチャンスタイムになったりするんで、もうちょっとできると嬉しいですねなんていう風に、お茶飲みながら話したりしていたら、いやボート時間ね、あのいろんな意見とか、あと他の亀山ダムとか三島湖の状況とかを見て、うちもちょっと伸ばしてみることにしたよということで、なんとですねだいぶ帰着時間が変わっております。で出船時間もね、よく見ていただいて、でまあ1日25杯限定っていうのは変わらずなので、まあ心配な方は予約してから、確実に行くと、船がゲットできるんじゃないかなということで、この前もねあの2月のあれ土曜日でしたけども、半分ぐらい船出てましたね。一応向かう道すがらもボート屋さん空いてるなという時間に、今日乗れますかって確認して、あ全然大丈夫だよということで行ってみたんですけども、で肝心の釣果の方もですね、まあ自分は坊主でしたけどね、なんかめちゃくちゃでっかいバスが釣れてるんですよね。今関東で50アップバチコーンと狙うのは、まあ解禁したばっかりのトズラッパラダム、まずは熱いんじゃないかな。あと三島湖なんかもすごい、でかいの大型の釣果とか、あと数釣りなんかもできてるみたいなんで、ちょっとこれ2月なのかなっていうぐらい、釣れ盛ってるイメージですけどね。トズラッパラダムに関しては、まあ丸坊主もありえるけども、出たら一発ドカーンとでかいのが出るかもしれないよっていう。で釣りする時間も、幾分か伸びたということで、よりですね打つ時間が増えたということで、この前もねあの限界ギリギリまで結構投げ切ったんですけどね、残念ながらちょっとあのワンバラシで終わりということで、寂しい感じだったんですが、何にしてもこのボート時間伸びたよっていうのは非常に、ブラックバス釣りにとっては朗報なんじゃないかなということで、速報でお伝えしたいと思います。というわけで本日の釣りコー TV ですね、関東のレイクバカラックですね、トズラッパラダム、ここのボートの利用時間が、若干変わったよ、いい方に変わったよ、こういったお知らせでした。はい、釣りコー TV でした。よっしゃ来たぞ。でけえ、あーバレたー。